じゃあ、マサです。今回なんですけど、ドリームガチャね、初めて見たんですけど、期間限定、亀景品購入額の約2倍、トゥルー商品と亀商品の当たり券が、一応目玉の引き換え券が入ってるんですけど、1000円ガチャのカウンターバッグ、夢が当たるみたいな。景品がこちらです。すいません、これ。とりあえずやばいですね。トゥルー商品ですね、これは。プレイステーション4、スイッチ、3DSLL、星光、任天堂クラシックミニ、ファミリーコンピューター、任天堂スイッチのゲームソフト1本と、プレイステーションビーターね、馬刺し、これもいいですね。1段目は4とスイッチですね、やっぱり。ここをとりあえず狙っていきたい。で、一応、亀商品がこっち、デュアルチャージケーブルと、本物ですね、金色のタンブラーとか、1000円ガチャのまあ小当たりみたいなやつですね。SNS タンブラー、ボディービルドアップパッド、メンズオールマイティトリマーとか、VR の箱とか、新ハンディブラシ、ストレートアイロンとかね、あとキーボードでね、こんだけね、高いの結構残ってます、まだ。当たりも見てください、これ。ここしかまだ取られてないんで、7個一応ね、ここの方には残ってるんで、これを全部、売り切れにしていきたいなと思います。1000円一つも、こんだけね、売ってきたんで、もう早速やっていきたいと思います。あ、じゃあ、早速やっていらっしゃいます。あ、ここですね。ルーレット。あ、こういうこと。ガチャによくありがちな。もう次で行きますね。来た。え？来たんちゃう。お、え、でも、もう亀商品交換券。亀商品交換券当たりました。はい。どんなの？ショーケース内のお好きな亀商品交換します。あ、好きなやつを最後もらえるんで、これ最後にもやりたいと思います。3回目。結構ルーレットが長いんで。無駄に長いですよ、これ。いらっしゃいませから、この亀を。ここまでまた説明があるから。みたいな。ないですね。ルーレット途中に。俺でした。色違いが多いな。ルーレット途中っていうのはなぜやしょ。一緒やで、全部。今のとこ。全部この、電卓スイカついてる。電卓は亀ですから、今のとこ。使うやつや。カラーシリコンブレスウォッチ。ブレスレットですね。このルーレット期待できんやん。電流出してないですからね。これはまた電卓ですね。これも、ここの音でわかるから。これあれや、懐中電灯的な携帯用の電卓だったら便利なやつ。出た。ちょっと宝石みたいなやつじゃなかった。ほら、なんだよこれ。赤いなんかルビーみたいな。そんな色ってあるよ。そんな色見たことないもん、宝石の。お取りくださいね。お取るから。ワンテンポもツーテンポのから遅いんやけど。あ、カメ。カメちゃん来ましたね。ブレスレットか電卓。一割だとそれ。あ、一緒です。あ、電卓。1000円ガチャに比べて種類が全然ない。ツルがめっちゃ当たるんやとしたらまずいけど、これ。どれだけ当たるかで。これ。あ、電卓。あ、でもちょっと宝石なんで。ルビーですか？イミテですよね、これ。イミテーション。完全にパチモンです。とりあえず今2万分使い切って、亀が2で、他はクソみたいな商品になってるんで、だツルは出てないんでね、とりあえずまたどんどん回していくと思います。うわ、やばいです。やばい。めっちゃでかい。めっちゃでかいジルコニアです、これ。お、亀来た。亀3つ目ね。そろそろもう3万ぐらいになるんで、一応欲しいとこであるけど。馴染みのね。どんどん行きましょう。もう元気出していこう。ドリームやから。やっぱ夢見たい、俺も。子供の頃みたいな。いきなり元気になった。元気出していくから元気のかなと思って元気なかったなって反省してますこいつ。おなじみ黄色イエロー幸せを運ぶってイエロー次期待もう毎回俺期待していくわ。出へんほんまに出なくなるんで毎回願い込めて。そうポジティブにいきます。来いよ。回しでとオレンジこんな渋い色すんなよ。当たれた。えうわ冷たい。こんなタイミングある。俺出た瞬間にやっとったと思うよ。当たらないですよね。あ、いけねん。終わった。カメです。はい。ハズレ。ダメっていうのは、最初は可愛く思いとかに、今2つでいこう。可愛く思ったって感じ。もっと冷たくてほしい。落とした。え？カメ連続してきた。すげえ。そろそろ、来てもおかしくないぐらいになってきてるんで。だいぶ突っ込んでますからね。私ぐらい来てもいいんじゃなかった。うわ、涼しい。カメ。カメじゃん。連続カメ。すげえ。流れでツルありますから。流れって大事ですから、やっぱ。カメ、カメと来たら。落としたな。あー。途絶えた。ダメ。これ全部出して一番も出えへん。ないよ絶対。それは取らないと思います。夢なかったってことになるから。ほんまに俺でも切れるでマジで。出えへんかったら夢がなかったらほんまにドリームガチャつけてあがんから。カメちゃん出ました。あ、今ね計算したら5万円分引いてました。でカメが8でツル0です。さあ見てください。これこんだけ用意してますから。これあと7万残ってるんで、これ全部いってさすがにと思うんで引き続きやっていきたいと思います。結構まだ残ってるんで、ね、出たように見えて下の方にまだ残ってるんで、ツル絶対1匹はベットしたね。ドリームガチャって言うだけあるっていうのを見せてほしい。俺は早いちょっと待って。なるほど。わけなかったか。これなんかハートなんです。これが被り出しましたね。もうちょいなんかコロイも入れちゃってくれてええのにな。でそういうの考えられへんからだけワンパンないでしょ。全然それやらへんって。めっちゃ残っとったもんこれだって。これ見せろ。やばい。お来たんじゃ。来たかもしれないほんまに。来た。え、まあまあ
たよ。カメ、ユーゴメ、ブルー、ペンジの、パープルの、この前ってほんまドリームガジェット呼ばへん。全然ですね。全然ですね。全然ですね。ほんま出んな。全然ですね。やる人と関係ないよ。みんな関係しそうわけや。ありますよ。で、この流れ決まっとうから、俺って最後に持ってくるタイプの人間なんで、逆に今多分出てない空気読んでくれてるんですよ。動画的に一番あれなのは、最後の最後出るみたいな。これを期待して俺は。だからまだ全然、食らってもいいんですよ。最後に見せたら、それでいいと思います。勝負、ちょっと盛り上がれほしいな。一旦ね。あんもないんで、今、ほんまに。どうしよう、ありがとう。これらしいけども、これ。ブルー、パープル。え、でも思ったやろ、心の中では。もう来るんやなって。朝ならね、やっぱり。何見てきたら分かる。何やかんや、最後持っていくやん。今まで持っていかんかったことないです。そうです。感じ。まあ今のところ、取れたからないと思ったから。ゼロです。取れたからゼロです。ボツですよ。ボツやから、今このままやったら、もうイエロー。これね。モード振り返ろう。ボードチェンジ。右手だけこうと。これだけもう、ヨットブ時代早くなるんですよ。僕が出したんですよ。みんな真似してました、後輩の方は。ヨットブ。ヨットブの時に、みんなこれやっとったから、俺が真似して。あえてここを見せるっていうのがノースリングさん、おっ来た、じゃん来た、来い、来た、ナンバーショット。もう土下座せんといかんだろ、これで回転の制限プレス、雨出てましたよ。どっから準備したの、制限プレスでした。おっ来た、制限プレスでやっぱすごいな、来たじゃん、マジで。え、何回さっきの来たやつね、ダメか。わらやどうしていいぞ、ほんまに中盛り上がりないから、普通に考えたら絶対どっかでこうなるやん。いや、こうやったら頼むって、ほんまに頼む、これ俺の未来が勝ってんって、ここに頼むぞ、マジで。これ昼まで一匹も見てないから、しかも結構これ閉店間際なんですよ。急いで行かないと、なかなか時間が。カメやろ、これ絶望の音が聞こえました。カメは結構減っているんですけど、下がね、意外とあるんですよ。カメカメ連続、カメです。重要ツルゼロ。ほんまにこれあかんねん、これ訴えられるレベルで。ドリームやね、入ってないから。お酒出とったっていうパターンもあるから、あるんかもしれない。焦りですね、失礼だったもん。ないから全部売り切れに出ませんでした。焦り口だけやから、そんなん。いよいよですよ、ほんまに。マジで出えへんかったらどうする、これ。ほんまに売り切れにしてゼロやったら、それやったらドリーム使うなって俺多分説教する。絶対諦めない。俺はこのチャンネルなんです。光がおらんと関係ないで、光がおらんと出ませんでしたとかないから。絶対出るから、光が出るまでやり続ける。絶対出る。10万以上使ってる。出えへん方おかしい。え、音で鳴ってなかった、鳴っとったんマジっすか、これ。ただここでバサシ来ても俺切れるのプレステ4がスイッチじゃない。 DSLで投げつけるかもしれない。何言うかもしれない。これまずいな。やばいですね、これは。ほんまにまずい。出ませんでした。チーンで終わる可能性あるよ。どうしよう。ミラク見せてくれ、お前。え、来たじゃん。ほんまに来たじゃん。何話すなよ。さっきの絶対来たと思ったけど。音なかったよ。いや、ありましたけど。あったんか。無理や、聞こえました。無理や、そった。ちょっとでも、夢を見た方がいい。あー、落とした。見たよ、俺のこと。あー、落とした、亀。亀です。当ててください。任せて、俺に任せとけ。もう終盤です。亀でも連続ね、ほんまにないよ。数えるほどっすね、ほんまに。マジでないそれは。それだね。マジそうやったらありえへん。ありえへん。俺やったら関係ないし、しかもそうやろ、リコちゃん。来いよ、亀。やばい、マジで。1、2、3、4、5、6。やばない、ないって。出ませんでしたら、ね、終われるような状態でもないし、金額は金額やから。14万、13万、絶対いっとうから。我々下でブラックさっきから何とか入ってくる。見てください、これパップ入ってなくて、これで待って下が回るんやったら無限にできます。あ、無理よ。でも分かったら下が止まらない。店員さん呼びましょうか。店員呼ばれて一緒。店員呼びます。はい、店員さんさっき読んでもう一回セットしてもらって、店員さん聞いたんですけど、完全にランダムらしい。スーレットが当たる可能性っていうのは完全運やと、運がある人当たるっていう聞きました。結局持ってるか持ってないの、最後。まあ、まだありますか。まあ、持ってなかったら今まで行ってないですから。スタートして、おっ、あと3つで引けるか。引けたら本物ですよ。勝つよ。だから今の流れで負けることもないやん。14万円ちなみに使ってますから。ほんと下を、下を。あと2です。出るかどうか。これはドリームガチャ。来い。よし、入った。いや、クレーラー。くるくる。来たって。ほら。止まっちゃう。
最後の1個で出るっていうのよくある。見てくださいこれ。こんな感じです。もうラスト1個なんで出ないで、どうせプレゼントでしょこれ。ないですよね、これすぐゼロ。うー、やられた。え、そんなドリームなし。ドリームガチャ2名入ってませんでした。マジっすか。最後に何本使ったのか計算しますね。はい、何本全部使ったのか合計して計算してみました。突っ込んだ金なんですけど、このドリームガチャに145,000円でした。14万5000円突っ込んでガチャを空にした結果、亀が21出ました。だからまあここの亀のラインはもう全種類ね、余裕で持って入れるぐらい出ました。ただ鶴が0枚です。1回転0です。フォー、スイッチ、LL、コシヒカリ全部無理です。ちなみに馬刺しすらね、もう馬刺し揃えたら逆に下に入れとってもいいんじゃないかっていう、そのラインでね、貼りました。まあ、ただその店員さん曰く完全ランダムらしいんで、もしかしたら僕は持ってなかったっていう、僕が先に出されとったっていう可能性は一応あります。ただ僕の場合夢は見れませんでした。持ってる人だったらもしかしたらね、ヒカルみたいなああいうタイプ何でも持っていける人間だったら、そのドリームガチャでもね、売り切れにした瞬間に出るっていう、アイスで出すかもしれない。これはもしかしたら人を選ぶかもしれない。ただ僕は無理でした。こんなオチある？見たことない。14万5000円使うつもりでやりきった結果、このチャンネルでこんなこと初めて、まあ、僕やったっていうのはもしかしたらあるかもしれないです。ただね、本当にこれは正直やめた方がいいです。夢見れないです。ただもし機会があれば光にもやってもらって、ドリームを本当に掴めるのかどうかで再検証というか、光なら無理でももう絶対無理やと思うんで、僕はとりあえず無理でした。今回こんな波乗ってる中ねやらせてもらってショックなんですけど、それも仕方ないというか精一杯やった結果なんで、今回これで終わって、ドリームガチャね夢出ませんでしたと。また次回光がリベンジするかもしれない、その時期待して見てください。というわけで今回これで終わりたいと思います。すいませんでした。はい、今ちょっと店員さん呼んで、一応もう亀のね21枚だけ何も持って帰らないということは本当にバカらしいと思うんで、14万5000円投資して亀のやつだけでももらって帰ろうかなと思います。はい、じゃあもうね21個亀、景品もらいました。夢はなかったんですけど、店員さんも非常に申し訳なそうな感じで言ってもらえたんで、まだ光がリベンジして出すっていうのにつなげれたんで、つなぎ役の僕としてはね逆にプラスに取られて、また光に最後出してもらいたいなと思います。というわけで今回はこれで終わります。ありがとうございました。